っくり食いな。腹は壊すぜ。よく生きてたもんだ。どうせ佐渡あたりからの島抜けだろうが。心配するね。お上に届け出るつもりなら花から助けやしねえよ。すまなかったな。あんた俺たちの命の恩人だよ。ただいま。お前さん。文春の寄り合いに初めて呼ばれて、恥かくといけないから多めに入れときました。どうせ寄り合いの後であちこち飲み歩くに決まってんだから。お父さんが生きてた頃もそうしてたの。すいません、お嬢さん。お嬢さん。つまんない。何がですか。お嬢さんなんて呼ばれ方嫌いだわ。じゃあ緑さん。それも嫌だけど。サブちゃん、あんた本気で私と初対を持ちたいって思ってるの。あんた割とケロッとしてるけど、私だってそういつまでも若くないのよ。あんまりグズグズしてると他の人好きになっちゃう。お嬢さんの言いたいことよく分かってる。俺だってこんな中途半端なのはたまんない。白状すりゃお嬢さんの夢しょっちゅう見るんだ。あのそれもあの裸のやつ。ちょっと何を言い出すのよ。本当は俺の方こそ毎日イライラしてるんだ。だけど俺は未だに下っ引きだし、田辺の旦那から一人前のおかっ引きになった時にきちんと泣こうとしてやるって言われてるし、だからその時を待つしかないんだ。だから俺我慢してるんですよ。俺だって必死に我慢してるんですよ。だけどお嬢さんがそんな風に言えば俺だってグラグラしちまう。それだけだって毎日グラグラしてるんだから、田辺の旦那の言うことなんかクソくらいって思っちゃうじゃん。本当にイライラしてんだから俺。分かったわ、サブちゃん。あんたの気持ちを聞いて安心した。ごめんね、変なこと心配して私がいけなかったの。だから一日も早く立派な親分さんになってください。私その日を待ってます。いってらっしゃい。どうしたんだよ。何やってんだよ。サブヤ。え、大きな声で私の名前呼ばないでおくれよ。だからどうしたんだよ。ちょっとサブヤ、誰かいないかい。誰か私のことを見てるやついないかい。いるよ。え、みんな俺たち見て笑ってるよ。笑われるのは構わねえけどさ。実はね、サブヤン、仕込み杖の刀が折れちまって今打ち直してもらってんだよ。だから丸腰なんだよ。今襲われたらひとたまりもねえよ。サブヤン、周りに気をつけておくれ。私はね、
人をいっぱい切ってきたから恨んでるやつも多いんだよ。いっちゃん意外と気が小さいんだな。何とでも言っておくれ。あとじゃ帰るよ。取ったら今度こそしょっぴくって言ったはずだぞ。ほら、ほい。まあまあまあ、ちょっと顔を貸してくんなさい。なんだ。いえいえ。親分さん、何の番だそれは。何でもねえんですか。いやまあ、コンビニに願いやすよ。てめえ、俺が袖の下捕まされてご法度曲げるような男だと思ってるのかい。取っとけよサブ。これは富不動の親分さん、ご苦労さんでございます。何目口ら立ってんだよ。いいから取ったけよ。こんな野郎とっ捕まえたからって誰が喜ぶんだよ。寄り合いに呼ばれてんだろ、怒られるぜ。だけど電波長親分、さあ、そんなことじゃ一発の合皮になれねえぞ。世の中はな、もしつもたれつよ。この野郎だってそれなりに必死に生きてるわな。水清ければ魚すまずってな。大丈夫、田辺の旦那からのお手伝いでやっていけるか。の取っとけよ。これで八方丸く収まるんだよ。八親分の顔立てて今度だけは見逃してやるがな。こんなものはいらねえよ。どう、若いな。若い若い。行こうか。ご苦労さんで。今日ばっかりやな。どんなに飲もうと食おうとどっから文句は出ねえんだよ。ああ、こんなことはめったにあるもんじゃねえんだぜ。そうだそうだ、ケリーな、折り詰めのこの手土産がつくから忘れねえと思ってケリー。手土産、おお。けど、今日のこれは同心の旦那方のおごりじゃねえんで。そんなことするわけはねえだろうね。旦那がとらってお前今頃。おう、長宮、挨拶に来んのは遅いぞ。いやー、これは皆様方どうも。それとも与力の殿様方の接待に忙しくて、我々同心風情には酒でも飲ましておけば御の字だと思っとるのか。いや、これはご冗談を。とりわけ同心方の皆様のお力があればこそ、お江戸の平穏は保たれ、手前ども商人ども安心して商いをいたさせていただいておるのでございます。どうぞご存分にお骨休めを。あれ、今どの屋敷屋にどれお
ったでしょ。いけねえな、こういう席でそういうことしてちゃ。いける口なんでしょ。行きましょう、いっぱい。ほっといてくれ。あれ、シラフだよ。そういうのは野暮ってんだ。行きましょう、いっぱい。ほっといてくれっつってんだよ。サーブ、ほっとけ、ほっとけ。やれやれ。そう面白くもねえ、つらして奴が一人広めて、せっかくの酒がまずなってきやがった。もったいねえ。俺は好きでここにいるんじゃねえぜ。田辺の旦那に言われたから、義理で顔出したまでだよ。こんなくせえ酒飲めるか。飲みたきゃてめえの銭で飲ま。おい、今殿。おめえ、いいことと悪いことがあるぜ。俺は蹴るぜ。兄。俺サーブ座っとろよ。飲み直すか。もうよしなよ兄、相当飲んでるぜ。うるせえな、くろ。あんな薄汚ねえ酒より、この処置のやっぱだめ。言葉は返すようだがねえ兄。今日ぐらいの寄り合いで目くじら立てることはねえと思うんだけどね。おめえ、今日の飲み食いの銭がどっから出てんのか知ってんだろ。相模屋だろ、札差しの。おめえ、それ知ってて平気で飲み食いしてたのか。だってこんなことはよくあることだって聞いたぜ。ああ、よくあることだよ。八丁堀上から下までただだけのもの平気になってやがる。そりゃ俺たち町方が江戸の町を安全に守ってるから、商人たちは安心して商いができると、その感謝の気持ちからだって聞いたぜ。いいじゃねえか。バカ野郎、あ油断も隙もならねえ飽きんとどもは、そんな綺麗事でてめえの懐を痛めると思ってんのか。何かあった時には手心を加えてもらうって魂胆だ。そのためだよ。町方味方につけときゃ怖えものなしで、飽きんとどもに途中飲み食いの銭なんて安いもんだよ。使った銭の何倍にもなって帰ってきやる。そりゃ寒くなるね。そう、俺は汚いことでっかいだ。島じゃないけど、出手がぜ吹かしてただだけ飲んだらいい。袖の下取って目こぼししたことはこれじゃねえ。そんなことは引っ越しやがめ。おかっぴきは満足の仕事ができねえ。ざめだ。いざという時に腹が下がるねえ。サブ、俺が何て呼ばれてるか知ってるか。マムシの安家。一度狙った獲物は絶対に逃がさねえって言われてる。マムシの安家って名前は死んだ左平次親分から井の一番に聞かされたよ。手柄だってすげえ。おそらく江戸一番だ。俺は同じ岡っ引きになるんだったら安家兄のような岡っ引きになりてえって思ったもんだ。サブ、おめえ、簡単に俺みてえになれてえってわけだ。
そりゃ底辺だぞ。まあ見てろ、暇にすげえ大物と捕まえてる。このマムシの屋敷が狙いをつけたんだ。今に見てる。まだ行くんだよ。飲むんだろ、まだ。姉さん、安家兄の姉さん、龍泉寺のサブです。あ、姉さん、サブです。兄を。また飲んだくれてんでしょ。サブちゃん、悪いけどこのまま帰ってください。ありがとう。いや、兄、風邪ひいちゃいますよ。あ、兄。いいのよ、死んじまえば。え？何？江戸一番の岡っ引きに死んじまえってことはねえだろ。何が江戸一番だい。そんな綺麗事の能書き言う暇があったら、袖の下ぐらい取って、女房に合わせの一枚でも買ってきてごらんよ。米の一升も買っておいでよ。どの岡っ引きもみんなやってることじゃないか。サブちゃん、あんたには悪いけど帰ってちょうだい。こいつ、あたしのたった一枚きりしかない合わせまで質に入れちゃったんだよ。誰にも会えないんだよ。そのお金で飲んだくれてんだからね。何が江戸一番だい。自分一人が生きがってるだけじゃないか。ごめんね、サブちゃん。冗談じゃねえや。袖の下なんか取れるか。おかっぴきが貧乏なのは当たり前じゃねえか。銭のある方が嬉しい。さあ、所帯なんざ持つなよ。ろくなことねえ。さあ、昔はあの女もあんなじゃなかった。今に見てろ。今に見てろ。実は確か若年寄り井上阿波守様の別邸だぜ。畜生、あのクソじじい、こんなとこまで食い込んでやがんのか。夢ですか。いやらしいんだから。え、一夜に将棋で勝った夢、いやらしいですか。そんなことより大変なの。大変って。ギャニー、でもんだ。体中の骨が折れてる。見ろ、指の爪が全部剥ぎ取られてる。拷問を受けた挙句殺されたんだろう。おい、サブ、おめえ、一昨日の寄り合いの後、安家と一緒だったそうだな。ええ、なんか聞かなかったか。
そういえば。まあ見てろ。岩にすげえ大物とつかめてる。このまま虫の屋敷が狙いをつけたんだよ。すごい大物？聞いたのはそれだっかい。へえ。この敵は必ず取ってやる。ナスケは立派な岡っ引きだった。この人と初めて所帯を持つことになった時、私は何の気なしに江戸一番の岡っ引きになってと言ったけど、あんなこと言うんじゃなかった。お嬢さん、サブちゃん、何してんのよこんなとこで。お嬢さんこそ何してんですか。いや、何言って、あ、ちょっと、あ、うちに銭がねえってどうして言ってくれなかったんです。そんなこと男のあなたが気にすることじゃないの。ほら、こんなとこ突っ立ってるからあの人入れないじゃない。よしなさいってば。銭なら俺が作りますよ。とりあえず田辺の旦那に頼んでみます。そんな心配しなくていいって言ってるでしょ。さてなりゃ草張りの手間賃だって入るし。大地ね、こんなこと私慣れてんのよ。そうらしいですね。まるっきり銭湯ののれんくぐるみたいにして入ってきましたからね。仕方ないでしょ。お父さんが生きてる頃からこういうことはしょっちゅうだったし、岡っ引きってのはそういうもんなんだから。そんなことよりね、サブちゃん、早く一人前の岡っ引きになってちょうだい。江戸一番の岡っ引きになってほしいの。江戸一番？そう、サブちゃんならきっとなれる。いらっしゃいませ。こんにちは。またお願いね。あ、どうぞ。サブちゃん、これでも私はね、せいせいしてんだよ。明日の米の心配もしなくていいし、あんな亭主でも夜帰ってこなければ来ないで心配だったし、本当せいせいしてんだ私。姉さん、こんな時になんだが聞きたいことがあるんだ。
兄はなんだかすげえ大物を狙ってたようなんだが。相模屋宗兵衛だよ。相模屋？そのことなら田辺の旦那にも聞かれて話したよ。旦那にですか？変だな。旦那は足には何も言わなかった。で、安家兄はなんで相模屋を狙ってたんですか？あの人、アキンドというものが嫌いだったから。汚い奴は許せないっていつも言ってたわ。サブちゃん、決まった子いるの？え？将来お誓いやった相手。ええ、まあ。惚れてる？ああ、そんなとこ。そう。私がうちの人と所帯を持ったのは18だった。そりゃもう一緒にいられるだけで幸せだった。サブちゃん、その子のこと大事に思ってるなら、おかっぴきなんかよして他の生き方を考えるのね。少ないけど、兄に花の一つでも。サブちゃん。相模屋だと？へえ。そういや、安家の神さんがそんなことを口に出していたが、一体相模屋は何をしたってんだい？そこのところを調べさせておくんなさい。おめえそんな雲をつかむような話をするためにわざわざ押しかけてきたのかい？すいません、殺された安家兄のことを思うと。安家は確かに腕は立った。だが何かと世間に逆らって生きてきやがった。まあ、殺されたのはそこいらあたりの恨みからかもしれねえな。サブ、あんな可愛げのねおかっぴきになるんじゃねえぞ。あ、旦那。あ？実はもう一つお願いがあるんですが。明日にしろ。気をつけな。すまねえ。いいだろう。おい、今度こそ許さねえぞ。話しとくれよ。小山さん、すいません、勘弁しておくんなさい。実はこの女、家に戻りますと血の妙が腹すかして待ってやすんで。ご承でございます。どうぞお話になって。血の妙だと？でたらめ言うんじゃねえよ。もうとんでもございません。まだ生まれて10日も経っちゃいねえんでございますよ。ねえ親御さん。こんな真似はやめよう。親御さん、生まれたばかりの赤ん坊のためでございます。この通りだ。いや、おい、ただいま。おかえりなさい。ごめんなさいね、これだけ終わったらすぐご飯の支度しますから。いやいや、あの、私なんだか今日腹が減ってねえんで。いいです。あら珍しい、なんか食べてきたの？お嬢さん、ん、これで七に入れたものを受け出しておくんなさい。すごい、どうしたのこれ？田辺の旦那に借りたのね。おやすみなさい。あなたが言ったのに。
やっちまった。汚えことやっちまった。だけど、あの女には血のみごが待ってたんだし、それにいくら腕の立つおかっぴきだったな、女房泣かすようじゃな。ならねえほど暮らし向きに困っていたとは見えねえがな。全くもってもったいねえ話で、この夫婦には子供もいなけりゃ身寄りもねえそうだから、この家屋敷財産全部お上に召し上がられてしまうんでしょうね。商売にはもってこいの場所なんだがな。おサブ、おめえゆうべ俺なんか頼みがあるとか言ったのは何だよ。あ、いえ、あれはもういいんです。そうか、さあこの心中には何の疑いもねえな。行くぜ。えい。嘘だね。疑いは終わりよ。おめえは。あんた岡っ引きだったのね。いや、まだ下っ引きだよ。知ってるわ。龍泉寺のサブ。未だ下っ引きながら大手柄はすでに3つ。小さな手柄なら両手の指では足りないくらいの今売り出し中の男の中の男。よせ、そんなことはどうでもいいや。それよりあんたはここのうちの身内かい。いいえ。なんだ、それじゃ勝手に入っちゃダメじゃないか。あの夫婦は殺されたの。殺された。ええ、相模屋宗兵衛に。相模屋に。もちろん宗兵衛が直接手を下したわけじゃないけど、相模屋はこの辺りの土地を手に入れようと買い漁っていたけど、あのうちの夫婦だけが売るのを承知しなかったのよ。だから殺したの。馬鹿言っちゃいけねえよ。あのうちはお上に召し上げられるんだ。相模屋のもんにはならねえ。あんたって思ったより単純なのね。何を。この首にかけて誓ってもいいけど、あのうちと土地はそのうち必ず相模屋のものになるわ。必ずね。どうしたらそんなことができるんだい。それを調べるのがあんたの役目でしょ。何。今戸の弥助はそれを調べてて殺されたけど、あんたにはそんな度胸はあるのかしら。おめえ一体何者だい。宗兵衛という男はね、人の命なんて何とも思っちゃいない。あいつは蔵に山ほども金を持っていながら、十文の儲け話にだって目を光らせる男なの。あんたも岡っ引きの端くれなら、本当に悪い奴ってのはどんなのかよく覚えておきなさいよ。相模屋、返事をせい。1万両で必ず老中職が買えるのでございますね。間違いない。長門守が今までに賄いに使った金は1万5千両だと聞く。ここで1万両をばらまけば一気に突き放せる。殿様、簡単に1万両と仰せられますが、この相模屋にとっては大金でございますよ。何しろ商人の儲けというものは一文二文の積み重ねでございましてな。相模屋、わしが今までお前に損をさせたことがあるか。
甲州屋様からご注文ございました。うん、分かった。はい。やりやがった。あの女追え。何すんのさ。おめえ巾着切りだったのかい。顔に似合わねえことするじゃねえか。相模屋の懐からかすめ取ったもんだしな。痛いじゃないか。さあ出しな。何を出すのさ。素直に出しゃ今度だけは見逃してやる。しのごの言うようだとしょっぴくぜ。じゃああんたが自分で探したらいいじゃないか。何？私の体を探してごらん。裸になってもらおうか。なんだいてめえら。巾着切りの味方するんですかよ親分。どうやっても裸になってもらうぜ。よしなさい。私の間違いでした。何もすられてはいないよ。ところで娘さん、私は相模屋宗兵衛というものだが、御用が終わりの時はいつでもお会いしますよ。待ってますからね。悪いようにはしないつもりです。どういう意味だよ、あれは。親分、近いうちあんたにきっと会いに行くから。あんたのこと気に入った。この辺りに左平次という親分さんがいるはずだがね。左平次？ああ、あの親分さんならこの前亡くなりましたよ。気の毒にね。亡くなった？はい。左平次親分は袖の下なんか取らなかったんだろうな。え？いや、なんでも。サブちゃん、あんたまさかこの間のあのお金、そんなことして手に入れたんじゃないでしょうね。違うんですよ、あれはちゃんと田辺の旦那から。よかった。岡っ引きはその気になればいくらでも袖の下取れるって言うから。私どんな苦労してもサブちゃんに袖の下取るような岡っ引きになってもらいたくないの。あれ、何よその財布。あ、あの女だよ。あの女？こんなにたくさん。ねえ、あの女って何よ。何なのよサブちゃん。驚いたね。若年寄り井上阿波守が相模屋宗兵衛から一万両借りたっていう証文だぜ。一万両？しかも阿波守が老中職になった時には宗兵衛に全面的に便宜を図るっていう文句まで入れてやがる。それにしても金でつながった若年寄りが後ろについてりゃ宗兵衛は何でもできる。怖いもんなしじゃねえか。ましてや阿波守が老中にでもなったら参ったな。俺なんかどうこうできる相手じゃねえぜ。ちょっとサブちゃん。な、姉さん、大事な話なんだよ。無理なのはわかるけどさ、頼むよ。サブってのが会いたがってるって田辺の旦那の耳に入れてくれよ。しつこいね。誰も取り次ぐなって言われてんだから。相模屋さんと会ってる間は。相模屋って？あら、いけない。とにかくダメなものはダメ。おい、なあ相模屋、俺は思うんだが、男ってのは目下げといい女がありゃ他に何もいらねえよな。いやこれは私としたことが気がつきませんで。おいおい、催促したわけじゃねえんだよ。いえいえ、手前はじきに退散させていただきます。ああ、そうそうそう、入った入った。旦那のお待ちかねだよ。あ、そうそう。田辺の旦那、どうぞ。お、ありがとうよ。すまねえな。
田辺の旦那まで。一夜、俺だよ、サブだよ。私はいないからね、どこにもいないからね、事件の話なんだ聞かせないでくんな。俺参ってるんだよ。一夜、話聞いてくれよ。俺一人じゃどうにもならねえんだよ。一夜、一夜、それでも友達かよ。話を聞けば出たくなるって言っただろ。仕込み税がないとね、あたしはダメなんだよ。わかったよ。もう頼まねえ。ダメや。いつまでもあたしを頼ってたんじゃ、一発のおかっぴきにはなれねえだろ。大地、今のあたしは役に立てねえんだよ。おめえどうしたんだい。宗兵衛の手先に襲われたの。宗兵衛に。でも大したことない。とにかく手当てしなきゃ。とにかくうちの中入んな。いや。何？女の人がいるわ。だってあれや、あんたと会う時は二人っきりで会いたい。サブちゃん、声がしたと思ったけど。傷は思ったより大したことはねえ。これでどうにかなんだろう。さあ早く肌しまいな。ありがとう。宗兵衛がおめえを襲ったわけは分かってる。おめえ大変なもんしちまったんだ。証文でしょ。どうして分かる。それもただの証文じゃないはずだわ。あいつはね、必ず相手の弱みにつけ込んだような証文を取るのよ。その通りだ。その証文を返して。そいつはできねえ。私が吸ったんだよ。おい変な啖呵切るなよ。俺は十手もんだぜ。あんたがあの男をどうにかしてくれるのなら、あんたにあげてもいいんだよ。どうにもならねえよ。どうせそう言うだろうと思った。あんたもただ若いだけのケチな下っ引きよ。育児なしの。どうとでも言え。できねえことはできねえよ。見損なった。噂じゃもう少しどうにかした男だと思ったけど。今戸の弥助さんのことどうして知ってた。どうしてだ。弥助さんはうちのお父っつぁんとそっくりだからよ。何もかも。何？宗兵衛に殺されたのまでそっくり。お父っつぁんが殺されたのは3年前だけど。するってとおめえのお父っつぁんおかっぴきだったってのか。天元寺の増蔵といえば少しは知られた名だったわ。天元寺の？なんだ。するとおめえさん名前はおゆう。お父っつぁんが殺された時は中九だった。あの時は正直ほっとした。家にお金も入れないで飲んだくれてはおっかさんを泣かしてて、お父っつぁんが死んでほっとした。でもだんだん分かってきた。お父っつぁんは立派なおかっぴきだった。あの人は袖の下一つ取らなかったから貧乏だったけど、必死に本当に悪いやつと戦ってたのよ。今はそれがよくわかる。だから
今戸の弥助さんの気持ちも手に取るように分かるんだ。宗兵衛のことを放っておけなかったのよ。かなわない相手だと分かっていながら。俺にどうしろってんだよ。どうすりゃいいんだい。やつはな、自分の身の安全のために下はケチな下っ引きから上は老中になろうっていう人間まで取り込んでる化け物みたいな野郎なんだぞ。俺に何ができる。下っ引き風情に何ができるってんだよ。本当は私だってあいつを倒せるなんて思ってない。あんたを責めるつもりじゃなかった。悔しいけど所詮強い者が勝つようにできてんだし。もう3年か。女だてらに宗兵衛をどうにかしてやろうと何もかも捨ててきたけど、私なんかあいつにとっては針の先ほども痛くはないんだよね。私もお父っつぁんの子なんだな。バカなんだよ。そう諦めたもんでもねえよ。宗兵衛にとっちゃ大変な証文を俺たちは握ってんだ。現にこうしておめえを襲ったじゃねえか。やつは必ず動く。となりゃそっから隙を見せねえこともねえさ。あと俺に任せな。くれぐれも気をつけたら決して出歩くんじゃねえぜ。お嬢さん。サブちゃん、どういうことこれ。いや、どういうことって。じゃあ親分さん、私はこれで。ゆべはあの人とずっと一緒だったのね。信じられない、こんなこと。おじさん待ってくれ、これには訳がある。やっぱり一緒だったの。違うんだ、そうじゃねえんだよ。あんたなんか大嫌い。お嬢さん。おい、どうしたよ。どうし、どうしたよ。あいつは。お湯しっかりしろ。お湯。今度はあんたが狙われる。お願い、お願い。
しいのは銭ですかい、それとも足の命ですかい。サブヤンいる？みどりちゃんいる？いたら返事ぐらいしてね。あのさ、悪いんだけどさ、しばらくこのうちに居候させてくれないかな。一人だとどうにも夢見が悪くてさ、眠れないんだよ。もちろん二人のお邪魔しません。私はこの通り目が見えないんだからね。どうしたの？悪いけど、いっちゃん、それはできないわ。サブちゃんにも出てってもらうことにしたんだから。それはまたどうして？そっちに聞いてよ。サビアン、どったの？勘違いだよ。何が勘違いよ。ちゃんとこの目で見たんですからね。あれ、ちょっと、これはサビアン、ただことじゃないね。どうしたのさ、ね、詳しく話して。一案もね、よく俺にそんなこと言えるな。何のこと？ごめんください。お客さんですよ。ねえねえねえ、何があったんだよ。え、これかい。下手なんだよな、ドジなんだよな。女のことは俺に相談しねえよ。いい加減にしろよ、いちゃん。俺はね、何にもなかったんだよ。それね、いちゃん、俺はね、いちゃんのこと腹立ててんだよ。ごめん。こちらです、どうぞ。お父さんの古いお知り合いの線香あげたいとおっしゃるから。平次親分さんには我々三人とも言葉には尽くせないご恩になりました。それではこれで。親分さん、ありがとうございました。一案どう思う？線香をあげに来たにしちゃ殺気がありすぎるね。俺もそう思う。やつらどうも変ですね。汚らしい手で触らないでよ。いてえ、汚らしいだと？そうよ、汚らしくて、いやらしくて、いけずうずしくて、顔も見たくない。ああそうかい。そこまで言われりゃ俺だって言ってやら。分からずやで、わがままで、おてんばで、その上おかちめんこのおめえの面なんか見たかねえやいこってこと。うわ、おかちめんこが。おい、ここはご法度の場所だぜ。お姉さん、なんでこんなことしてんですかい、姉さん。
岡っ引きの女房だったってことがバレて、働いてたとこ叩き出されちまったんだよ。え？みんな岡っ引きを恨んでるからね。サブちゃん、私が岡っ引きの女房だったってことは黙ってておくれ。でないと生きていくとこがなくなっちまうんだよ。姉さん、なんだいてめえら。おとなしくしな。死ぬことになるぞ。証文はどこだ。殺しなよ。そうしてやるよ。まずあの女からだ。卑怯だぞてめえら。やめろ。私からやめろ。どこにある。言わないで。あの野郎、まあ、やめろ、やめろ。言うからやめろ。早くやれ。言うんだ。早く言わんか。探しても無駄だよ。弥助の神さんの死体はどこにもない。やろう。あんた若いのに大した男だ。気に入ったよ。ざっくばらんに言おう。証文を返してくれれば駒物屋を居抜きで一軒差し上げるがどうかね。何だと。あんたもやがて所帯を持つだろう。岡っ引きのお手当なんて安いものだ。おかみさんにその駒物屋をやらせれば楽に暮らせる。いくらにもならんカスハリの内職なんかさせなくて済む。何しろ商いをするにはもってこいの土地にその駒物屋はあるからね。心中した夫婦の、いやてめえが殺した夫婦の駒物屋のこと言ってんのかい。あの店が嫌なら別のでもいい。どうにでもしてあげよう。クソくらえね。店の他にこれをつけるがどうかね。見たこともない大金のはずだ。贅沢をしなければこれだけでも一生暮らせる金だよ。俺がそんな話に乗るような男だと思ってんのかい。そうは思ってはいないが、今戸の弥助の神さんを見たはずだ。あんたの神さんをあんな目に遭わせたいのかね。お前さんにとってあの証文はただの紙切れに過ぎんはずだ。試しにあれを同心の田辺のところへ持って行ってごらん。やかましい。来たどうでも俺は違う。てめえ言う相手間違えてるぜ。まあそういきがりなさんな。返事は二日待とう。よく考えるんだな。帰っていいよ。それではまた。
みどりちゃん、おはよう。ゆうべサムちゃん帰ってこなかったみたいだね。あんなやつ帰ってこなくたっていいの。博士って時は何言ってもダメだな。そうよ、何言ってもダメよ。あいついっちゃんとこに代わりに謝ってきてくれて頼みに行ったんでしょ。え、かぶせなしでやってよ。自分で謝ればいいのよ。全く行くしかないんだから。ちゃんと分かってるわよ。いっちゃんとこに泊まったってことくらい。泊まってない。嘘言わなくていいの。いや、本当。嘘。泊まってない、本当に。あいつ、私の顔見たくないって本気で言ったのね。いや、それ聞いてない。あいつ、本気で私のことをガチメンコだと思ってるんだ。いや、みどりちゃん美人、正真正銘。どうして一さんに分かるのよ。お姉ちゃん、サムって人がカムの森で倒れてるよ。倒れてるってね。ねえ、ちょっと。ああ、私どうしよう。杖がないし。そうだ、待ってよかな。待ってよ、行ったって何の役にも立たないし、どうせ足手まといだけだもんな。遅えな、もう昼だってのに。一夜。ああ、空耳かい。あのおかちめんこいるかい。サブヤンいるんだろう。中でおっかねえ顔して。なんだよお前さん、カムの森で倒れたんじゃねえのかい。カモの森ってなんだい、何のこったい。だって一時ほど前、お前さんがカモの森で倒れてるってんで、みどりちゃんすっ飛んでたで。しまった。どうしたんだい。宗兵衛の野郎、汚え手使いやがって。おめえさんは。娘は無事だ。まだ殺しちゃいねえよ。何？じゃあてめえの仕業か。ああ、娘は預かってるぜ。どういう魂胆だ。左平次親分に世話になったんじゃねえのかい。なったさ、たっぷりとな。野郎のおかげで佐渡の金山へ島送り、島抜けするのに10年はかかったぜ。野郎はくたばったらしいが、代わりに娘にたっぷり礼をさせてもらおうと思ってな。お嬢さんをどうにかしてみやがれ。俺の命にかけてもてめえらぶち殺してやるからな。てめえがおとなしく出りゃ、娘は必ず無事に帰してやる。こっちの魂胆は何だ。明日の昼までにここに千両持ってこい。何を、千両。頭に血のぼらせねえでよく思い出してみな。相模屋宗兵衛という男のことをな。てめえどうしてそれを。サビア、なんだよそれ。相模屋黙ってとれ。金ができなきゃ娘はぶっ殺す。まずの昼また会おう。それをつけても無駄だぜ。分かってるな。Thank you.
段取りはつけた。占領ぐらいであの俺たちの辛い思いが消えるわけもねえがな。天元寺の舛蔵親分の娘さんの墓だ。二人とも宗兵衛の配下に殺された。宗兵衛が欲しがってる証文はこの娘さんがすり取って俺に託したもんだ。宗兵衛を倒してくれって。証文を打っちまえば俺はもう一生負け犬みてえに宗兵衛に歯向かうことはできねえ。命を懸けた娘さんの気持ちに背くことになる。だけどお嬢さんを見殺しになんて俺にはできねえ。どうしたらいいんだ。まず緑ちゃんを救うことだ。だが宗兵衛が千両もの大金を素直に出すかね。なあサブヤン、何はともあれ田辺の旦那に話した方がいいんじゃないかい。ダメだい。あの人は宗兵衛に取り込まれてる。まさか。俺はこの目で見たんだよ、間違いねえ。あの田辺の旦那がね。おゆうさん、勘弁してくれ。千両だと。お断りだね。出直しておいで。あの証文目安箱に放り込むぜ。あの証文が直接久保様のお目に留まりゃ、おめえ以上に井上や阿の神様に具合が悪いんじゃねえのかい。お前もなかなか痛いところをつくね。ところで証文は持ってきてるかい。それほどドジじゃねえ。明日の昼前に金と引き換えだ。返事をしろい。千両出すのか出さねえのか。お嬢さんどこだ。まず中身を見せてもらおさんを出せ。
くしまって我慢すな。
めもこいつも切れ。やめろやめろ、お嬢さん、くれぐれも頼む。サビアン、俺ね、どうしてもやらなきゃならないことあるんだ。どうしても。サムちゃん。あんたと同じように袖の下を取る汚い十手持ちだ。何だと？この千両箱くれてやるから、うまい酒でもいい女でも仕事もできやがれ。ついでにこの十手も返すぜ。今の俺は何の力もねえ虫キャラみたいな男だ。だが一つだけできることがある。誰にも手つけられなかったてめえをぶち殺すことだ。お前も獄門台にさらされるぞ。俺の命なんざどうってことはねえさ。何が望みだ？何にもいらねえ、てめえの命だけだ。それだけをもらいに来た。往生しろ、磯部。待てよ、サブ。田辺さん、近づくんじゃねえ。やめろ。やかましい、てめえみたいなふぬけ同士に何があるんだよ。俺が知ってるだけでも、こいつに殺された人の命がいくつあると思ってんだい。駒物屋の夫婦、今戸の安家夫婦、そして天元寺の松尾親分と、その娘おゆう、
てめえが酒と女にうつつを抜かしてる金でこれだけの人が恨みを飲んで死んできたんだ。おめえもそろそろ年貢の納め時で、俺がどれだけこの機会を待っていたか。田辺さん、あんた証文の束さえこっちの手に入りゃ、てめえを今まで助けてきた連中は何の手出しもできないはずだ。弱みを握られたも同じだからな。おいサブ、こんな野郎と差し合うことはねえぜ。堂々と低くってやら、そい締めるしない。おいサブ、俺が酒と女にふぬけていただと。起き上がれ。鬼の田辺と呼ばれてんなら伊達じゃねえんだ。サビアン、そこどいておくれ。ええ、ほら、どいておくれっつんだよ。もう邪魔だね、お前さん。本当に冷てんだから教えてくれたっていいじゃねえかよ。この前言っただろ、女のことだったら少々心得はあるって。自慢げに言ってたじゃねえか。自分のことはさ、人のことは知らないよ。まあ言ったな。いざとなったらもうどう切り出していいか全くわからねえ。サビアン、このままグズグズしてて日にちが経ちすぎるとミドルちゃん我慢できなくなるぜ。男と女の中ってな、隙間が入り込むとあっという間だもんね。特に女は。女は、ああ冷めると早いよ。早いからね、女は。ひょっとすると今頃みどりちゃんも何考えてんのかな。嫌味なあんまだ。何か言った？よかったですね。俺正式に岡っ引きになったんです。本当おめでとう。どうも。どうしたのサブちゃん。ダメなんだな。ここで黙ってちゃダメなんだよ。一気に行かなきゃ。もうそのことお父さんに知らせてあげて。 きっと喜ぶわ。そうですね。帰ろう。その前に話があるんだ。正直に言いや、俺はぐらついてたんだ。岡っ引きが嫌になってたんだ。岡っ引きは貧乏だし、
所帯を持つ自信がなくなってたんだ。本当だ。だけど今は違う。付き合ってるならそんなことはどうにかなる、そう思えるようになった。一番大事なことは二人が本当に付き合ってるかどうかってことだ。これからも苦労をかけるけど、俺の神さんになってくれ。出まくっちゃって。いいね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 。お、あんまり遅いようだとな、代わりに俺がこの席に座っちまうぜ。あなた。